ネガティブマンへのハニートラップ、お待ちしています。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない薄汚い欲望と共に優しく寄り添ってゆくネガティブマンチャンネルようこそということでね、そう始まりましたね。また史上最悪最低ね、なんて言うんでしょうね、そう一番世界中の YouTube チャンネルの中で一番見ちゃいけない、見てはならないチャンネルを運営しておりますネガティブマンです。ネガティブなことしか言いませんということでね、早速本題に入ってまいりますけれども、ね、今円安とか円高、ね、円安の問題、ね、日本の、ね、円が安い、ね、問題になってますね。そう、それで私はね思ったわけですよ。いや円安よりもまずね人安、人のね人の値段の安さ、人の命の安さ、人の人権の安さ、ね、人安の方がね非常に問題なんじゃないのかなと思いましてね。そう結論から申し上げて、そうこの人安を、人の命が安いこのね状態を改善するにはもうね正直申し上げて、この80億の人類のまず半分のね40億に減らすことが大切なんじゃないのかな。そうこのチャンネル世界を滅ぼすチャンネルという副題を設けておりますけど、そう世界を滅ぼすチャンネルといたしましてもね、まずはこう入り口としてね、入り口としてまずはね40億に減らすところから始めてみないかとね、人類の敵であるネガティブマン、そう提言したいんですね。そうそうです、人安ですからね。そう私たちね、私のようなおじさんが子供の頃45億とか46億とかね言われてました。人類の数がね、あの時は人高でしたね。今よりも人高でしたね。人高、そう命の価値が今の現在よりもね2倍ぐらい高かったですね、人の命がね、あの頃はね。もっと下ればもっとね、70年代60年代どのぐらいいたのか知りませんけれど、まあ大した変わらないんじゃないですかね。やっぱりそうおじさんがね、おじが子供の頃はね、ね皆の衆よ、おじが子供の頃はね人の命が今の2024年よりもね人高だったんだよ。今人安ですけれどもね、人安、今80数億人いるわけですからね。そう人安ですよ。そうこの人安問題ね、これ意外と問題ですよ。戦争があったあってもドローンであっさりロシア兵を殺すね映像がいっぱいネット上に転がってますね。そうね、まあ東南アジア、この日本でもね、そう人権というものがね労働によって踏みにじられてね、こう過重労働を強いられて、人手不足言う割にはね人権が全く軽んじられてね、やっぱその根本にあるのはなんかこう移民を入れたらいいんじゃねえのか、今人安だしみたいなね、こう世界中で人安だし、そう東南アジアがダメなら中南米から引っ張ってくればいいしみたいなね、中東から引っ張ってくればいいみたいな、そういうね人安、そうこれがね上級国民やね各種先進国の政府によってね
非常に人権無視なね流れになってきている。それが非常に大きな問題ですよね。そう、我々のこの人権が無視されてき始めているということをね、如実に感じませんか皆さん。そう、人安なお時代なんですね。人安の時代ですから、これをねまず半分に減らす、半分に減らしてこう人権とか人命の価値を2倍に、まず2倍にしていく。それがね、世界を滅ぼすチャンネルネガティブマンのまずね人類に対する提案ですね。そう、まずね、そう、なんて言うんでしょうね、子供の頃に比べればね、なんかこう世知辛い無機質なこうねアンドロイドを扱うようなね、人権無視、人命無視なね、こうなんて言うんでしょう、人情のかけらもないね、嫌な世の中になってきてるじゃないですか皆さんね。肌で感じてると思います。そうなんです。それはね、その原因はね、人安だからですよ。命の価値が2分の1になってるんですから、それはね人命を軽んじますよね。そう、いろんな場面でね、そう、先進国における薄汚い仕事だったり、非常にインフラで重要な仕事なのにね、そう、自分の子供たちはなんかね大学に行かせて、なんかね、クソの役にも立たないホワイトカラーの労働に就かせようみたいなね。そしてこう、今人安だから移民に頼ればいいやみたいな、そういうね、そう、安いスニーカーを作りたいから、なんかね、わけのわかんない東南アジアのね、なんかね、インドネシアとかカンボジアとかね、なんかね、そう、ひどいとね、ウイグル自治区みたいなね、そういうわけのわかんないところでこう作らせようみたいなね、人件費が安いからね、金は人命より重い、人の命より重いっていうねセリフもありますけれども、そんなことはない。そういうセリフが出てくること自体がね、人命が軽んじられてるんですね。こう非常に優しさのない時代、世界、世間、社会、国、国家になってるんですね、ワールド的にね。そう、まあ、それをねまず解消させ、まず40億人にして、やっぱり人に優しいね世界を目指すのがまず根本じゃないですか。人安なんですからね、人安上級国民高みたいなね、嫌な世の中になってます。絶対許されませんね、そういう世の中は絶対許されません、ね、あなたや私のね日々の嫌なね社会、そう、非常にね、なんかこういろんなところで差別されたり軽んじられる、人権を軽んじられるね、さまざまなね妨害や、なんて言うんでしょう、差別ね、全てに絡んでますよ、この人安上級高ね。これはもう逆転させないといけない、やっぱりこうね、そう、まずね、人類を2分の1に削減して40億っていうのをねまずめどにして、そうね、中期目標としては40億にすればね、人権が戻ってくるんじゃないですか。そう、優しい社会にね、そうなるんじゃないのかな。そうなんですよね、命の安さっていうものがね、こう許しがたいですね。こうどんどんこう人が溢れていって、その溢れた分だけこう富が増大して、でもその富はね、この地球上のわずかこの数パーセントのね人たちね、上級なこう豊かな人たちが
全てをね総取りしていくみたいなね、こうね独占していく、ね、資本主義の一番醜いところがね出てますね。そう、やっぱりそういう世界を、まずそういう世界も含めてね、この人類の歴史を終わらせたいっていうのが私ネガティブマンのね、こうね、こうしつこい非常にね希望する、なんて言うんでしょうね、大目標ではありますけれども、やっぱり人類を滅亡させる前にね、やっぱりこう人安なね、この非常になんて言うんでしょうね、こう薄汚い、こう人権無視なね、こうマウントを取ってくる醜い人間の争いの中において、こう人権が軽んじられている、ね、労働においても各種生活においてもね、非常に不愉快な社会になりつつありますね。これは日本だけじゃないですよ、もう多くの先進国において非常に不愉快なね、そうね、弱い者いじめが横行するこの世界は、やっぱりこう人権ね、やっぱりそういうのがこう人間がこう増大して、人類が増大するから、こうなんて言うんでしょうね、こう正義だったり、こうなんて言うんでしょう、優しさだったり、なんて言うんでしょうね、こう増大、人類が増、エントロピー的にこう増大していく中において、こうどうしても行き届かない、こうダークなね、こうかわいそうな人たちの底辺がこう広がっていくわけですよね。やっぱり絶対そういうことは許してはいけない、そう撲滅していかないといけない。やっぱり40億にまず減らすべき、そして40億に減らすにはどうしたらいいのかっていうのは、やっぱりこう安楽死の推進、私もねここ最近こう両肘を痛めましてね、そうやっぱり老化ですよね、そう無理なストレッチからね両肘を痛めてね、話が脱線しますけど、やっぱりネット上で調べたら、そういう一度ね肘、そういう筋を痛めるとなかなか治らないみたいなね、嫌なことですね、そうっていうようなね、病気だったり、こう貧困だったり差別だったり、もうもちろんね、そう自分の人生がうまくいかないというね、非常なこう不意こうね、湧き上がるマグマのような不平不満の人たちだったり、ね、あとやっぱり、ね、上級国民の一人でも道連れにしてから、ね、死のうと思っている、ね、国士、ね、素晴らしい国士、ね、国の侍と書いて国士というね、そういう本物のね、本物の右翼みたいな人たちにとっても朗報ですよね。安楽死があるっていうのはね、朗報だと、まずそれでね、あともうね、私のようにこうね、こう先の見えない不安だらけなね、労働をせざるを得ないっていうね、一日の半分を、まあ大体労働と通勤時間で含めて一日の半分減らね、取られるようなね、こう厳しい苦しいね、人たちがもう一斉に安楽死をね、こう世界中で使えばね、こうガクンとね20億ぐらいは減るんじゃないですか。そう希望する人にはもうね、喜んでね安楽死させてあげるというね、残りの20億がね問題ですね、やっぱり。なんていうんでしょうね、やっぱりある種血統を許すみたいなね、こうなんていうんでしょうね、殺し合いを許すみたいな、そういうことかなね。やっぱり先進国ってどうしてもね、先進国も含めてこう時代時代にどうしてもね、もう血統とかしちゃいけないよとかね、そう個人間の決闘はいけませんよとかね、恨みを晴らしてはいけませんよとかね、そういうくくりがあるじゃないですか、法律によってね。
ね、憲法によってね、こう個人間の争いはね、法によってね、争うべきだみたいなね、そういうのをまずなくしてね、まあなくさなくてもいいですけど、血統をとにかくね、いいじゃないですか、血統をね、気に入らないやつに血統を申し込んでね、そしたらあれじゃないですか、潰し合いになって少なくとも一人は減るわけでしょ。そうね、一番のガス抜きっていうのはね、そういう恨みつらみを、それ男女関係なくね、老若男女関係なく、こう昔レイプされたとかね、そう、それでもいいじゃないですか、昔パワハラをされたとかね、そう、ちょっとマウントを取られた、ケトだケトだぶち殺してやるっていうね、そういうちゃんとね、正式に申し込めばね、もう相手が受理しようがしまいが関係なくね、もうね、やっていいと。そう、だってこっちには復讐する権利があるのだからっていうね、もうね、じゃあやっぱりあんまり恨み買わないようにね、そう、身辺気をつけようみたいなね、そういうところもあるわけですよ、ね、ネット上とかであれじゃないですか、結局なんかこう気取ったね、インフルエンサーとか成功者たちがね、こう我々弱者、弱男弱女をね、煽るわけじゃないですか、なんかね、失敗者的なね、こう負け組みたいな、負け犬みたいなね、アンダードッグみたいな、そういうなんか非常にね、なんて言うんでしょうね、お前らの自己責任だみたいなね、そう、私たちは運が良かった、良かったね、太い家に生まれてよかったみたいなね、なんか煽ってくるわけですよ、ね、もうそういう煽られたらもう決闘だ、決闘を申し込むっていうことでね、そう、もう殺された、決闘で殺された場合、挑ん申し込んだやつでも申し込まれたやつでも恨みこなしっていうね、そんな感じでやって、やりたいですよね。そう、そうですね、まあそう、あまりにも、例えば男対女の場合はほら、やっぱり体格差とかいろいろありますから、女には日本刀を許すみたいなね、そう、武器の携帯を許すみたいな、そういうのがあってもいいですよね。そう、あんまりほら、体重、男同士でも体重差、そう、体重差で決めればいいと思います。喧嘩って体重差ですからね。そう、何のために柔道が階級に分かれてるんだって話ですから。そういうことです、ね、不利な方には一つだけ武器の携帯を許す、まあナイフでもいいですしね、そう、まあ拳銃はちょっとやりすぎ、まあナイフまでですからね、うん、ナイフでも包丁でもね、日本刀でもいいですけど、そう、その代わり恨みっこなしっていうね、それでなんとか20億は苦しいですからね、まあまあね、でもまあね、そこかしこでね、2、3億減っていくんじゃないですかね。とにかく、冒頭申し上げた通りね、人安ですから、人安上級高ですからね。これはもう絶対許しちゃいけない。そうね。そうすればこう、なんて言うんでしょうね。上級国民とかね、恨みを持たれてる政治家もピシッとね、こう襟を正してね、生きてね、もういいことだらけじゃないですか。血統制度とね、安楽死制度、この日本軸でね、なんとか人類をね、減らせるところまで減らして、そう、あ、もちろんね、思想的にね、やっぱり生まれてこなければいいわけですから、そう、反出生主義っていうものをしっかりとね、叩き込んでね、そう、もちろん強制してはいけませんよ。強制ではなくね、こう、そういう考え方もあるよ。反出生主義、ね、生まれてくる子供たちを不幸にすることはないじゃないか。で、我々が生きているのは、ね、生きている、その苦しみの根本は生まれてきたからである。ね、良くないことだね。生まれてくること良くないことだね。やめませんかっていう思想がね、こう資本主義、共産主義、反出生主義みたいなね、三大主義、
三大主義にこう数えられるぐらいこう、ね、こう広く世界に浸透していけばね、資本主義、共産主義、反出世主義みたいなね、そう、そうですね。ですから人安80億いますからね、おじさんが子供の頃よりも人安上級高になって、非常にね気に入らない世の中になってるのでね、まず人類を滅ぼすチャンネルとしては、人類を40億まで減らして人高上級安にするためにはね、やっぱ人高っていうところを目標にする、そのためには安楽死、血統制度の導入、そして反出生主義のね世の中への普及ですね。この3本を軸にね、この人安上級高のね、非常に気に入らない、もう虫ずが走るね、なんていうの、ふざけた世界をねやっぱり正していくのがね、まずはね我々がするべきね、なんて言うんでしょうね、世直しというか人類削減計画じゃないですかね、そう、まず人安をやめましょうよ、ね、円安の前に人安をどうにか対策しないといけない、ね、共産主義、資本主義、反出世主義ね、流行らせますよ、反出世主義をね。血統制度でね、こうパワハラやセクハラやいろんなねハラスメントに対する恨みつらみ、もちろんあれですよ、こう不倫された、寝取られたみたいなね、そう、そんなことでもいいですよ、血統を申し込んでね、まあ、血統制度については先ほどもね詳しく申し上げましたけど、とにかくまあそんな感じでね、人類を40億まで減らしてね、人に優しい世界っていうのをまず取り戻したいな、人類が滅びる前に、その正気に戻したい、ネガティブマン、そう熱く訴えていきたいと思います。それではね、そう、消費税廃止とか戦争反対、労働反対、その前にまず人類をね滅ぼす、まずその前にやっぱり人安上級高のこのね人の命の軽さっていうものをなんとかしていきたいなと思います。ご清聴ありがとうございましたね。またよろしくお願いします。ネガティブマンでした。